三つくり原発三つくり原発三つくり原発大正8年8月9日は、三正国津山生まれの日本の男性歴史学者、東京帝国大学動物学科卒、留学先のドイツフライブルク大学で禁断のため、顕微鏡を使うのに困難を感じ、西洋史学の研究に転向した、ハイデルベルク大学、チュービンゲン大学などで、 トライチュケやランケの指導を受け1891年中ビンゲン大学で博士号取得1892年に帰国高等師範学校教授となり1893年には第一高等中学校教授となるさらに1900年から翌年にかけてフランスなどに留学し政治史やフランス革命の研究にあたる帰国後の1902年 東京帝国大学教授となり近代フランス史を講義、西洋史講話やフランス大革命史、ナポレオン時代史などを表しながら、西洋史研究の重要性を歴史学会に認めさせた功績は大きい。脳一血のため58歳で休止した、三栗周平の4男で、母常は三栗原歩の三女、数学者の菊池大六及び動物学者の三栗、り、きちは、 元パチの兄にあたる、イボ妹のナオコは、人類学者のツボイショウゴロウに嫁いだ。法学者の三つくり・リンショウと統計学者の五分ンは、いとこ、医学者の五秀デは、重弟。妻、ミツは、新十六の三女。ミツとの間に三男三女を設け、長男、秋吉は、理学博士号を持つ科学者であると同時に、作曲家としても活動し、次男、三つくりと与蔵は、溶接。 三男、三栗陽介は、工業技術家として知られた。また長女、あや子は、医学者で眼科の権威、河野健三に、次女、縫子は、矢野谷に、三女、うた子は、堀田義幸に嫁いだ。三つの名、龍は、外交官、政治家の松岡洋介に嫁いだ。客中一、吉坂高政の妻、福子は、河野健三、あや子夫妻の娘である。 三つくり玄八は昭和天皇が1972年3月8日付のニューヨークタイムズのインタビューに答えた記事に広人は自身の人生と知的発達に最も影響した一個人はドイツで勉強した後に日本において西洋史の権威となった日本人教授三つくり玄八であると打ち明けた三つくりの著書は以前から西洋の歴史的傾向や 西洋の民主主義を翻訳することの重要性を陳に、はっきりと示しながら、その考え方を直所に具体化して、上手に取り入れることに貢献したと、天皇は述べた、と紹介された。津山工業高等専門学校サイト内、慶応義塾大学学術情報リポジトリ、ありがとうございます。